最新になってまさるよ。早速始めていきましょう。今回挑戦するゲームはこちら、2017年2月9日に発売された 3DS 専用ソフト、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル。名前は王道を行くものにしようかと思いましたが、リセットが続いたため変更。そうしたら目標記録達成できました。さて、長いオープニングの間に、今回の RTA の説明をします。あ、オープニングから倍速入れてきます。計測区間はソフト起動から、通常ストーリーのエンディングで、とべコンチヌエド、が表示されるまで。使用機器はニュー 3DSLL とニセトロ、使用ソフトはパッケージ版。ソフトのバージョンは 1.1 になります。通常版の方ではアップデをせずに、使用の隙をついた RTA でしたが、今回はバグ技など使うことなく、正面から攻略をしていきます。発売して間もないゲームということで、動画化するか少し悩みましたが、通常版と同じシナリオまでしか進めないため、ネタバレにはならないと判断し投稿しました。プロフェッショナル版には通常版にはない追加ストーリーがあります。ストーリー以外の追加要素として、プロフェッショナル版ではモンスターが増えてます。通常版が約550種類に対して、プロフェッショナル版は700種類を超えるモンスターが登場します。私の好きなドラゴンマシンは出ませんでした。悲しい。ちなみにジョーカー3プロフェッショナルで、ジョーカーシリーズ完結になります。そのせいもあって、過去作やってる人であれば、より楽しめるような要素があります。長いオープニングが終わったため、三女に話しかけ朝食をいただきます。朝食後で聞かれる選択肢では、いいえ、いいえ、いいえ、はい、の順で選択。これで最初に入手できるモンスターが決まります。またナス選んでると思われる方も、中にはいるかもしれませんが、今回は最初に入手できるモンスターが変わってます。最初の選択肢でハイを選ぶと、プチタークがもらえます。2個目の選択肢でハイを選ぶと、ゾーマズデビルがもらえます。そして3個目の選択肢でハイを選ぶと、プオーンがもらえます。あれ、最初にもらっていいようなモンスターじゃなくね。そして今回もらえるモンスターの紹介をする前に、イベント。オープニングで墜落した機械から、リアクターを入手します。リアクターから出た信号を頼りに、誰かがワープをしてきます。主人公の危険を察知した三女が、変形し主人公を守ろうとします。が、ダメ。実はこの三女が催眠装置で、幻想空間を作り出し、主人公を閉じ込めていたのです。三女が倒されたことで、催眠の効果が解け現実に引き戻されます。やめてくれよ、現実突きつけないでくれよ。ここから失った記憶を取り戻す旅が始まります。最初のマップ静寂の草原の攻略方法は、通常版と大きく差はありません。できることが限られてるから仕方ないね。次のマップからは攻略方法が変化するため、許してお兄さん。先ほど紹介できなかった、今回選んだ初期モンスターですが、なんと2体いる。ということもなく、2体で1体のモンスター、スライダーキッズになります。このシーンは何度見ても可愛くて癒される。見た目からは想像しづらいですが、スライダーから察する通りスライム系です。
そのためスライム系らしく、名前は、スラ、にしてあげましょう。気づいたかもしれませんが、初期能力値から普通に高いです。今のスライダーキッズの攻撃力が22、ネアリ RTA のナスビナーラの攻撃力が11。序盤で11の差は非常に大きいです。ノチョーラに近づくとイベントですが、イベント発生判定より話しかけの判定のが先に出るため、A 連打で話しかけてイベントを発生させます。スライムと戦ってくるように言われますが、スカウトしないと先に進みません。今回は最初から倍速戦闘が可能なため、忘れずに倍速設定。そしてテンションをためずに、そのままスカウト。ナスビナーラは2回ためて、やっと100に届くかくらいですが、スライダーキッズであれば、素で80近く貯めれます。スカウト率は攻撃力に依存するため、いかに攻撃力11の差が大きいかがわかります。初期能力値が高いスライダーキッズのおかげで、序盤のスカウトは非常に楽です。ここでプロフェッショナル版での追加イベント発生。このノチョーラ族のノチョリンが仲間になります。仲間といってもモンスターとしてでなく、サポート要員として同行します。ノチョリンに話しかけることで、モンスターをスカウトしてきてもらったり、アイテムを回収してきてもらったりできます。さらに、スカウトやアイテム回収だけでなく、ストーリースキップも可能になります。ここの移動ではズッキーニャの動きに注意します。道を塞ぐ前に立ち止まる、道を塞いで立ち止まる、道を横切るの3パターンの行動しかないため、道を塞がず立ち止まらなかった時点で、右方向からの回避を心がけます、Uターンしてくることはありません。先ほど説明するのを忘れましたが、ノチョリンによるストーリースキップは、次のボスまでと、ボスを倒して次のエリアまでの2種類ありますが、当然今回はどちらも使用しません。スキップ機能なんて解禁したら、スキップだけでスタックロールまで行けます。ここはまっすぐ走ったら向きを変えずに、そのままサーチ機能を使用。そして十字キーの右を1回押せば、細かい調整することなく目的のものを調べられます。箱から飛び出してきたノチョーラ族のジャックに、キングを救い出してほしいとお願いされます。動けるようになったら魔物の餌を回収します。ノチョリンが後ろにいることを確認できたら、A 連打をしジャックに話しかけます。会話判定は意外と広く、今のように物陰からでも話しかけることができます。A 連打が早すぎると、ノチョリンに話しかけてしまうため注意。そういえば、ノチョーラ族の名前が、神獣を踏襲しているってコメントが、以前の動画にありましたが、まさか本当に関係があるとは思いませんでした。ウッドパークから出ようとすると、クイーンからアクセサリーをもらえます。ここでもらえる力の指輪を装備することで、攻撃力が10上がります。アクセサリーには様々な効果があり、能力を上げるものから耐性を上げるもの、成長率を上げるものなどがあります。これから暴食を倒しに向かいますが、いくらスライダーキッズが強いとは言っても、今のままではさすがに勝てないため、目的地に向かいつつモンスターのスカウトと、経験値稼ぎをします。まずはビッグハット、テンションの必要はありません。ご覧のように、スライダーキッズは特性、AI1 から2回行動のおかげで、序盤から優秀なアタッカー兼、スカウト要員になります。次はこの岩の間を抜けるように進みます。そうすると進路上にビッグハットが出現します。すでにビッグハットを所持しているため、スカウト率が半減しています。そのため、先ほどウッドパークで回収しておいた、魔物の餌をここで使用します、ための必要はありません。スカウトできたらそのまま直進すると進路上に落ちている腐った肉を回収できます。ビッグハット2体スカウトできたら、稼ぎを開始します。その前にイベント、移動の要、ルーラを習得できます。ルーラの移動先は、先ほどのウッドパークのような拠点のように、自動で登録される場所だけでなく、
フィールドに点在するルーラポイントを調べることで、ルーラの移動先に登録されるところがあります。そのためここからは、ルーラポイントの登録を必要最低限に絞って進みます。稼ぎでは多くを狙って倒します。必要経験値は9のため、多くに大変性を2回倒せば必要量に達します。ビッグハットは非常に優秀な特性、応援を所持しています。応援はランダムで発動し、ターン開始時に味方全体のテンションを1段階上げます。攻撃手段の少ない序盤では、火力の底上げに非常に役に立ちます。この調子でもう2体多くを借ります。レベル3になるとスキルポイントを入手できます。スライムにメラ、ビッグハットに火の息を習得させます。ここまで2回とも多くに大変性を引いたため、次の戦闘で多くをスカウトします。多くとの戦闘チャンスは最短でも3回あるため、途中で1体編成を引いたらその時は戦わずにスカウトします。スカウトでは拾っておいた腐った肉を使用、テンションの必要はありません。無事にスカウトできたら、控えに入れておきます。戦う準備ができたため、ボーショックに挑みます。その前にルーラポイント登録。まさかこんなところでルーラポイント登録忘れて再走する人なんていないよな。砦に到着するとキングがカゴに入れられて捕まっているため、エースの指示に従い、カゴを下ろしてキングを助けます。闇のオーラ力をまとっていますが、ハイパー化しないので安心です。静寂の草原のボス、ボーショックです。火が弱点のため、事前に習得しておいた、メラと火の息を活用して倒します。応援が発動すれば、1ターンで倒すことも可能ですが、逆に相手のビッグハットの応援で、ボーショックのテンションが上がると、ビッグハットがワンパンされるため、攻撃がビッグハットに来ないことを祈りましょう。無事にボーショック撃破、ここまでで19分くらいが目標です。さらばボーショック、二度と会うことはないだろう。無事にキングを救出すると、モンスターマスターに見せたいものがあると言われるため、この後ルーラでウッドパークに戻ります。ルーラを使用するためにメニューを開いたら、最初にカーソルが選択されている道具を、ショートカットに登録。続いてスライムを控えに移動。そしたら特技をショートカットに登録しつつ、ルーラを使用して移動します。先ほど救出したの超羅族がウッドパークに戻っているため、街に活気が戻っています。先ほど倒したボーショックは、ブレイクモンスターと呼ばれるものです。ブレイクモンスターに対抗すべく、レジスタンスが存在していたが、数の暴力で敗北。そんな中、ボーショックを倒した主人公は最後の希望に違いない、だからもっと力をつけないと。というわけで C ランク試験を受けます。メンバーはスライダーキッズとビッグハット2匹です。スライムを連れてきても問題はありませんが、ビッグハットの火の息で一掃するだけなので、スライムに動かれただけロスになります。
ここまでいい流れです。敵側のビッグハットに火の息を吐かれると、相殺されてしまうため時間がかかります。ビッグハットが落とされたため、経験値の都合上の後々の行動が少し変化します。ノチョリンは今のように、戦闘中に様々な支援をしてくれます。無事に C ランク試験突破、これにより地上ライドが解禁です。さらに、通常版では物語中盤に習得した、戦闘ライドがこの段階で解禁されます。もう一つ通常版との違いは、確定でモンスターが1匹もらえます。メニューを開いてライド設定するついでに、ライドをショートカット登録。ライドするモンスターは何でもいいです。片側にしか乗ってないって、どう見てもいじめ。戦闘ライドが解禁されたことで、チュートリアルが入ります。見どころのないチュートリアルなので、5倍速でさらっと流します。チュートリアルが終わったらコロシアムから出ます。段差はなるべく早めにジャンプをして、着地待ちのロスを減らします。暴れ牛鳥をスカウトする夢見たとか、寝ぼけたこと言っているので、仕方なく暴れ牛鳥をスカウトしに行きます。ここで先ほど登録したルーラポイントが生きてきます。ここからの移動のメインは、モンスターに乗ってになります。最初ハイレンダーをして、最速で話しかけれるように狙っていましたが、モンスターに乗っていると、ライドアタックをしてしまうため、今後は調べたり話しかけたりする際は、注意をしていきます。暴れ牛鳥のスカウトもテンションの必要はありません。スライダーキッズが2回動けばいいのです。先手取っており、怒り状態にならなかったので、誤差だよ誤差。スライダーキッズが2回動けばこの通り。1% も増やせないとか、嘘だろ。無事にスカウトできたら、そのまま預かり所へ送ります。そしてライド設定、今後の移動は暴れ牛鳥がメインです。すぐに戻りたいところですが、慌てずに燻製肉を回収。ここで回収を忘れたら、ウッドパークを出て右手の高台にも、燻製肉はあるためそちらを回収すれば問題なし。暴れ牛鳥に乗った状態で、キングに話しかけるとイベント。暴れ牛鳥の力を利用して、かつて友であった人間に会いに、この先のマップに移動することになります。ジョーカー3はいろんなモンスターに乗れるため、中には実際に乗ってみたくなるようなモンスターもいます。明らかに乗り方からネタ満載のものも、中にはいます。序盤にスカウトできるズッキーニャも、ネタとしては十分だと思います。これだけ振り回されても少しもぶれない、主人公の体感。主人公がすごいのか、ズッキーニャがすごいのか、これがわからない。この足場ですが、暴れ牛鳥ではなく、ヘルコンドルは当然として、スライダーキッズでもギリギリ届きます。まあそんなことするメリットないから、やりませんけどね。葉っぱが落ちていますが、今後は道中のアイテムは極力回収しないようにします。草生やすな、草生やすな。
必須ではありませんが、道具欄がごちゃごちゃになるのを避けるため、避けれそうであれば避けます。無理して避けて結果ロスにつながることだけは、あってはならない。さて、次回はこの先のマップから攻略を開始します。移動やイベントが増えてくるため、テンポよく進めるために倍速処理を増やすことをご了承ください。決して編集を楽にするためではない、これだけは真実を伝えたかった。ちなみに前回静寂バグと呼んでいた小技は、当然今回は使えません。なんてことはなく、普通に使えました。つまりバグではなかったわけですね。序盤パンドラツモはしよう、いいね。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回、壊れ始めるバランス。ゲームバランスが壊れ始めるパート2、始まるよ。お金回収。前パートで今回も序盤パンドラゲットは可能だと、お話ししましたが、今回は使用しません。バグだからとかそういった理由ではなく、単純にパンドラをカットした方が、安定かつ早いからです。チャート作成当時はパンドラありから始まりましたが、試行回数重ねるうちに今の結論に至りました。そういった結論に至れるほどの大きな追加要素が、このマップにはあります。プロフェッショナル版になり移動速度が上昇していますが地形は変わらないため、ジャンプと地形の大きさが噛み合わず、移動しづらい箇所が多々あります。移動に対してカメラの移動が遅かったり、モンスターが目の前に出現したりするため、ここからの移動は要注意です。即逃げが決まれば無駄円化も、10秒程度で済みますが、ガバも積もればなんとやら。中央のビルにもしかしたら人間がいるかも、というわけで向かいます。この黒い柱に乗れた方が早いですが、1秒も変わらないためあまり気にはしてません。今のように瓦礫のかなり手前でジャンプしないと、ルーラポイント前でちょうどよく着地しません。キングに近づくとイベント、この先に進みたくてもゲートが閉まっていて進めないため、ゲートを開けるために送電施設に向かいます。半時計回りに進むことで、移動時間を減らすことができますが、今回は時計回りで進みます。Uターン時にノチョーラ族に引っかかることがあるため、ジャンプしながら移動。ここからは野生モンスターの数が増えてくるため、移動にはより注意していきます。道中にいるヌスッとウサギを使うと、テンション1回ため、準備をしておいた燻製肉を使用。ヌスッとウサギは特性、ラブリー、で、1ターンこちらをバインドしてくるため、発動しないように祈ります。燻製肉はスカウトするターンに使用することで、スカウト失敗時に怒り状態になることを防ぎます。スカウトできたらプリズニャンと交代し、メインに入れます。ここ改善点、編集していて気づきましたが、スカウト後の編成画面で、戦闘ライドを設定しておけば、メニュー画面を開く回数を1回減らせます。ニードルマンはこちらに気づくと、逃げずに向かってくるため落ち着いて回避。ドルイドはキラーパンサーを起こすため、キラーパンサーの挙動の方に注意します。通常版ではスルーしたこの石碑は、今回はスルーできません。それもそのわず、満タン、以外にも、非常に重要な要素がここで解禁されます。それがライド合体です。このためにわざわざ最初にこちらに来ました。ライド合体については、後々解説を入れていきます。先にこちらに来たため、ここをルーラ登録しておきます。
ドルイドですが普通はキラーパンサーを起こして襲ってきますが、こちらが強いとキラーパンサーを見捨てて一人逃げ出します。高低差の関係でドラゴンキッズに気づきにくいため注意。ここのルーラ登録は必要ありません。ルーラスルーラ。送電施設に入ったら2歩進んですぐにジャンプ、瓦礫を越えたところに着地したら、また曲がりつつジャンプ、着地したらサイドジャンプ、これで曲がった先にいる竹槍兵と、しびれクラゲの位置を確認せずとも、止まらずに安定して進めます。ここから施設内をぐるっと回って、イベントを進めます。無駄なジャンプは、ドラキートの炎化の原因になるためやってはいけません。このスイッチの上にバイキルミンがありますが、今回は回収しません。このイベントの後は、なぜかライドが解除されているため再び暴れ牛鳥に乗ります。近くにいるメタルハンターに注意。ここまで来れば、この施設内で引火の心配はありません。無駄にジャンプしなければ。施設を復旧したおかげで、中央のビルに電力が供給されます。そして道を塞いでいたゲートも開きます。ここでルーラ移動のついでに主人公はスライダーキッズ、ノチョリンはヌスッとウサギ、で戦闘ライド設定。そのまま特技を選択してルーラ移動、ヌスッとウサギスカウト時に戦闘ライド設定をしておけば、ここでメニューを開く手間を減らせたわけですね。施設内に入ると奥に配合装置があるため、いよいよモンスターズシリーズの醍醐味、配合解禁かと思いきやトラブル発生。謎の振動が突如ビルを襲います。揺れが続いては、配合装置の試運転どころではないため、揺れの原因を調べるためにビルの最上階に向かいます。上へと続く扉が閉まっているため、開けるための鍵を探しに行きます。ここの鍵は正面からではなく、このように斜めから回収するようにします。理由ですが、鍵が置いてある机の前に見えないモンスター、シャドウがいます。そのため正面から鍵を回収しようとすると、シャドウに炎化してしまいます。通常時では見えないシャドウですが、リアクターのサーチ機能を使用することで目視が可能になります。この先でモンスターが密集している箇所がありますが、着地しながら竹槍兵を攻撃で、抜けられませんでした。今ガバとコメントした方、ちょっと待っていただきたい。竹槍兵はスカウト予定モンスターのため、予定を繰り上げてここでスカウトすれば、ガバにはなりません。そしてこのスカウトからライド合体しよう、主人公のライドモンスターと、ノチョリンのライドモンスターが合体します。合体したスライダーキッズが、確定3回行動のため余裕を持ってスカウトできます。そしてパーティー入れ替え、メインをスライダーキッズとヌスッとウサギ、控えを多く、竹槍兵、ビッグハット2匹にします。戦闘ライドの変更はしません。ここのルーラポイントは登録しておきます。この扉も閉まっているため、鍵を探しに行きます。本来竹槍兵はここでスカウト予定でした。先ほどの鍵と同様にここにもシャドウがいるため、竹槍兵を避けつつシャドウも避ける必要があります。竹槍兵に見つかると両方避けることが難しくなるため、あえてここで竹槍兵に炎化してスカウトしつつ、シャドウのシンボルをなくす予定でした。ルーラでウッドパークに来ているのは理由があり、次の戦闘での経験値が2倍になる妖精を回収します。回収したらセンタービル30階にルーラで移動。
そうそう、竹槍兵ですが、送電施設とレベルは変わらないため、向こうで引火してしまったらそこでスカウトしても問題ありません。崩落都市のボス、ガードマスターです。1ターン目は作戦テンション。2ターン目は作戦ガンガンまたは特技使うまで、テンションを指示。これで2ターン撃破が可能です。事前に回収しておいた妖精のおかげで、控えも含めてレベルが10以上になります。Cランク試験でビッグハットが落とされたため、ここで幸せの種を与えて、レベルを11にしておきます。レベル10には達しているため配合には使えますが、レベル11にするとスキルポイントがもらえるため、ちょっとだけお得。これが後々生きてきます。レベル調整の詳しい説明は、おいおいできたらなと。素振りをして気合を入れたところで、端末を調べてイベント。このイベントの間に、ライド合体について簡単に説明を。ライド合体はその名の通り、主人公のライドするモンスターと、ノチョリンのライドするモンスターが合体することで、モンスターのサイズを上げ、ステータスを上昇させます。合体後のモンスターは主人公側です。次にステータスの変化、HP、MP とその他ステータスで、計算方法が異なります。計算方法は右枠参照。まだステータスが50にも届かない、今の段階で50以上ステータスが上がることから、いかにこのライド合体の恩恵が大きいかが分かったでしょうか。次に行動回数とサイズについて。行動回数とサイズには大きく関係があり、右枠のようになっています。今回は1マス AI1 から2回行動のスライダーキッズに1マスのヌスッとウサギを足したため、3回行動、2マスのメガボディになりました。ちなみに特性は、ベースになったモンスターのものが適用されます。サブの特性は関係ありません。特技に関しては違い、どちらのモンスターが覚えていたものも使えます。もう一つ、ライド合体をすると、合体特技、合体特性と呼ばれるものが、追加されます。これはモンスターによって違うため、活用するときにまた説明します。以上がライド合体の仕様になります。詳しく調べたわけではないため、ミスがあったら申し訳ありません。無事に揺れの原因を突き止め解決したため、ここから配合解禁です。まずはスライダーキッズとオークを配合し、ウルベア魔人兵を作成。スキルは1個あれば問題なし。これでライド合体の素材となる。3枠モンスターを確保。次にビッグハットとビッグハットを配合し、オニオンを作成。スキルは炎の息吹を含めて3つ。スキル数が多いほど、獲得スキルポイントが増えるため、しっかりと引き継がせます。3体目はヌスッとウサギと竹槍兵で、フィッシュライダー。スキルはビーストフォースを含めて3つしっかり引き継がせます。ウルベア魔人兵とフィッシュライダーをメインにしつつ、戦闘ライド設定。主人公はフィッシュライダー、ノチョリンはウルベア魔人兵に乗せます。配合が終わったらルーラで北西に移動。この配合で一つミス、配合後の編成で、控えにプリズニャンとスライムを入れ忘れたため、後で無駄にメニューを開く必要があります。ここで追加イベント。送電施設で回収したあるアイテムを、エースが修理したため使えるようになります。突然空中にドローンと現れた、ドローンがそのアイテムになります。これは主人公が立ち入れない狭い場所などの探索に使うものになりますが、
RTA では使用する機会はありません。チュートリアルで、空に浮いているアイテム、空の力、を10個回収する必要があります。ここでの回収は完全にランダムで、一つのシンボルから5個回収できることもあれば、1個しか回収できないこともあります。複数個回収できることをひたすら祈りましょう。当然数え間違えなんてあってはならない。10個回収したらエースに話しかけ、次のマップに移動します。先ほど忘れていた編成を、今やっています。配合したてのレベル1モンスターがメインで、この先不安しかありませんが、恐れずに突き進みます。お金回収。気づいた方もいるかもしれませんが、マップをクリアすると幸せの種がもらえます。これはストーリースキップをせずに、マップをクリアした特典で、当然美味しくいただきます。もしかしてこれを使ってレベルを上げて、ここから進めるとでも思いましたか？そんなことはしませんよ。種が生きるのはもっと別の場所です。ここからはキングたちと別れ、この先にいるであろうルキアをノチョリンと一緒に追います。記憶をなくした主人公を標的にして、歓楽街で無知シチを楽しむ、そんなゲームを私はやりたい。まずは買い物、バイキルミンを3つ購入。送電施設で回収するよりも、素直にこっちで買った方が早いです。扉に近づくとイベント、見えないモンスターと追いかけっこ開始。サーチを駆使して追い詰めると、この先で暴れているモンスターがいて困っているため助けてほしいとお願いされます。ただ親玉のブンドルドが、城の地下に引きこもってしまっているため、部下から鍵をブンドル必要があります。しかもその部下は3体います。3人に勝てるわけねえだろ。1体目の部下はマップに出てすぐ左手にいます。いいえ、を選択すると戦闘開始。フィッシュライダーをメインとしたライド合体でゴリ押します。ステータス上昇の恩恵は大きい。合体したらバイキルミンを使用、あとは殴って、終わり。スモールボディの影響で、相手側に先に動かれた結果、HP が半分近く削られていますが大丈夫。1回の攻撃が70ダメージ計算で、3回殴れば倒せます。スモールボディの影響で回避されることも多いですが、4回行動のため1回まで攻撃を外しても1ターン撃破が可能。そしてレベルが上がり体力が回復。この調子で2個目の鍵も回収しに行きます。ここはあえて毒沼を通過して、体力を削っておきます。ここの移動は見どころがないので倍速。2体目のボスチャームバット、ここでは、はい、を選択すると戦闘開始。作戦をガンガンにしておいてテンション指示。安心のワンキル。今のが合体特技と呼ばれるものです。水、風属性の斬撃で攻撃倍率は驚きの2倍。
さらに事前に毒沼で HP を削っておいたことで、HP が減ってるほど攻撃力が上がる合体特性、排水の陣、発動。これらを活用することで、さっきのような火力が出せます。ただし、消費 MP が80と序盤では非常に重く、そのため1戦目では MP が足りずに使えませんでした。3体目のコープスフライ、EA、を選択して戦闘開始。ここではバイキルミンを使用し作戦ガンガンでテンション指示。はい。ちなみにフィッシュライダーは、特性水ブレイクを所持しているため、相手の水耐性を2段階下げて判定しています。これで3つ全ての鍵が揃うため、あとはブンドルドを倒すのみ。これから敵の本拠地に向かいます。今までの戦闘で、ライド合体の強さがよくわかったかと思います。最終的に合体相手の3枠モンスターは、ウルベア魔人兵を採用しましたが、チャートを作成開始時は、ドラゴンを利用する計画でした。ルーラ登録。いろいろ調べてるうちに、ウルベア魔人兵はヤバい特性を持ってる。しかも異界は初期モンスターのすぐ上だから、異界配合で簡単に作れるということに気づき、今のチャートに至りました。ちなみに通常版からモンスターが増えているため、異界配合の結果も変化しています。プロ版でのドラゴンの作り方の例として異界配合を利用したズッキーニャとゴーレムの配合、特殊配合を利用したドラゴンキッズ2匹の配合、があるため崩落都市の段階で簡単に作れます。そのため通常プレイで、ドラゴンを利用したライド合体を活用した人も、多いと思います。ここの謎解きは、通常版から変化していないため倍速。まずは南西の石像を時計回りに回転。北東の像は瓦礫を利用することで大回りを避けます。ちょっと乗りづらいため、スカルゴンに当たらないことを第一に考えて乗ります。北東の像も時計回りに動かすことで、地下への扉が開きます。お、開いてんじゃん。ここは南西の像から動かします。通常版 RTA からの改善ですね。動かす方向は反時計回り、飛び越したコトブキイノが U ターンしてくるため、すぐに移動開始、ガーゴイルの下は普通に通れます。そして東の像も反時計回りに移動。この奥の通路にサイクロプスがいるため、そんな危険な道は通らずに中央を通ります。ここのガーゴイルは、ジャンプしながら撃ち落とせば炎化せずに通過できます。正面からだと見つかるため、下を抜けようとすると炎化します。北西の像を時計回りに動かすことで、ブンドルドが引きこもっている部屋の扉が開きます。それでは、ブンドルドを倒しに行くぞー。陥落の霊道のボス、ブンドルド、ラリフォーマを使用してきますが、ライド合体でサイズアップした恩恵で眠り耐性が上がっているため問題なし。1ターン目は作戦をテンションために変更。2ターン目は作戦を特技使うなにし、合体特技を指示。今回は乱数が悪く1発で倒せませんでしたが、高確率で1000以上のダメージが出るためワンパン可能です。3枠の場合ダメージ上限が999止まりですが、4枠にするとダメージ上限が9999にまで増加します。これが行動回数を増やすこと以外に、3枠モンスターを合体素材にしている理由です。尺の都合でイベントは倍速。ここにも結局ルキアがいなかったけど、どうやら次のマップにいるらしい。じゃけんここで入手したパスワードを使って、次のマップに進みましょうねー。
過去回想でのサイレスの挙動に注目、羽を羽ばたかせず滑空状態で、高度を維持する高等技術が見られます。これはサイレスの羽は飾りですね、間違いない。イベントが終わったら、ルーラで入り口に移動。先ほど入手したパスワードは、この裏にある扉で使用できます。建物沿いを歩けば煙火の心配はありません。パスワードを入力してくださいと言われますが、パスワードという名のフラグがあるだけなので、そのまま開きます。ここでもらえる崩落の天井石は、崩落都市でのマスターズロードへの挑戦に必要なもののため、ストーリーには全く関係ありません。マスターズロードは、各マップに存在するライドテクニックを訓練するような場所で、クリアするとモンスターを仲間にできます。バイクコトレジアクセルは、このマスターズロードをクリアして手に入れるモンスターです。プロ版では実際に確かめたわけではないため、もしかしたら入手方法変わってるかも。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回、動き出す魔人兵。満を持して魔人が動き出すパート3、始まるよ。ケーキ漬けに素振りをしたら、お金回収。雪マップに来ると、物語が中盤に差し掛かったそんな感じがしますね。あら、雪降ってるじゃない？寒いと思ったわ。そういえば、前パートでスキップしても幸せの種をもらえるとコメントがありましたね。ちなみにスキップすると、こんな風にパパパッとシナリオが進みます。そして罪防止のために、モンスターがもらえます。はい。幸せの種スキップしてももらえてましたね。完全に記憶違いでした。まあ RTA には関係ないしギリギリ OK ということにしておきましょう。ここから街を出ますが、ルーラを使用した方がちょっとだけ早いです。このマップは東西に分かれた街の構想を止めるために、二つの町を行ったり来たりします。まずは突然態度が表現した東の町に説得に向かいますが、今の状態ではたどり着けないため水中を通る手段を手に入れに行きます。動かない動く石像と動く石像がいますが、どちらも間を通れば問題ありません。
この B ランクの試験で水中ライドを習得します。まず1戦目のゾンビ軍団は、MP を節約するために通常攻撃で殴り倒します。前回グンドルド撃破時に作戦を、特技使うなにしておいたのはこのため。2戦目はアイアンタートルが非常に硬い上に、身代わりを使用してくるため厄介です。合体したフィッシュライダーであっても、一桁ダメージしか与えられず撃破するまでに1ターンかかってしまいます。そのため1ターン目は作戦テンションに変更。通常攻撃はヒット数が多く演出に時間がかかるため、攻撃回数は最低限にします。この魔人斬りには幸いにも当たったことがないため、よくわかりませんが被弾しても多分大丈夫。なわず。素の状態でアイアンタートルを攻撃すると一桁ダメージしか与えられないと説明しましたが、これはアイアンタートルの防御力が高いからではなく始まりの守護者という新しい特性の影響です。始まりの守護者は1ターン目の火ダメを大幅に減らすもので、驚異の9割カット。ただし2ターン目以降は火ダメが増えるデメリットがあります。3戦目では合体特技を使用して倒します。楽勝に見えて体力はかなり削られているため、スモールボディに阻まれると負ける可能性があるとかないとか。通常版でこちらを苦しめたイカ野郎タコ野郎の触手プレイコンビがいなかったため楽勝ですね。今回はイルカ提灯がもらえますが必要ないので預かり助手送ります。ちなみにスライダーキッズとイルカ提灯を配合してもウルベア魔人兵は作れます。そして今作からなんと、暴れ牛鳥でも水中に潜ることが可能。陸空海のライドモンスターの制約がなくなったため、地面から手が生えている窓ハンドだって潜れます。体がマグマでできているマグマ論だってこの通り。炎を食べて育つ低い鳥も余裕の潜水。体が燃えていようが全く関係なし。そして水中で波乗りだってできちゃいます。ここからは水中ライドを利用して東の町に移動します。ここのスライムブレスは進行方向と被ったところに出現するため、暴れ牛鳥で隠れて出現に気づきづらいため注意。水上でジャンプして潜水。潜り速度が減速しかけたところで、1回だけ B を押してもう少しだけ深く潜ります。そうするとちょうどこの中に入れます。潜りすぎは地上への復帰に時間がかかってしまうため、B 連打は厳禁。ここはジャンプせずに着水。着水を確認したら移動しつつジャンプして潜水開始。ここは潜水開始時の潜り量で足ります。氷面では一度ジャンプし加速することで、着地してから氷面を滑って進むことが可能です。ここの潜水は1回目と同じで、減速したら B を1回押せば問題なし。
ちなみに氷面で速度が乗っていない状態で歩き出そうとすると、滑って加速までに時間がかかります。ここからは、東の町を西の町を行ったり来たりするだけの見どころさんのいない場所のため、5倍速でパパパッと飛ばします。そういえば、先ほどの水中ライドの動画を撮っていた時重大なことに気がついてしまいました。イルカ提灯使った方が水中移動早い。ざっくり測ってみただけで、移動速度が 1.3 から 1.5 倍ほど違いました。水中ライドなんて使うところほとんどないし、ライド設定したりライド切り替えしたりする必要あるため、ギリギリアウトということで、実際のところ、使ったところで1分も縮むことはないでしょう。しかし改善点のためチャートにちゃんとイルカは早いって書いておきます。そうそう、メタルエリアのマップは回収しません。そんなもの不要ら。東の町の態度がおかしくなったのは、このアザムークが村長に化けていたのが原因でした。ニツの村にある希望の鍵を奪われたため、アザムークを追いかけます。ここの移動がこのマップの難所。ダメみたいですね。ここが全体通しての一番のガバです。中に入ったら階段を登り切ったところで右手前にジャンプ。暴れ牛鳥の着水が確認できたら、ジャンプして潜水。つける壁を抜けたところで、マリンスライムがこちらに気がついて迫ってくるためすぐに上昇。ここも先ほどと同じように潜水。瓦礫の先に突撃魚がいるため、ギリギリまで上昇。そうすると、曲がった先にいるシードラゴンズもついでに回避ができます。ここはギリギリ抜けられます。先ほどのガバった箇所の抜け方ですが、道が途切れたところでジャンプして一つ目の足場の角に着地。すぐに三個目の足場の右奥めがけてジャンプ。右奥段差の前まで移動したら、三段目の左手前めがけてジャンプ。着地したらジャンプしつつ向き調整。あとは暴れ牛鳥の対空能力を活かして、まっすぐに進めば止まらずにたどり着けます。氷面では急激な方向転換ができないため、向き調整はジャンプした時に全て済ませておきます。事前に戦闘ライドを、主人公をウルベア魔人兵、ノチョリンをフィッシュライダーにしておきます。頭骨の表現のボス、アーザムークです。作戦ガンガンにしておけば、勝手に合体してそのまま攻撃してくれます。ウルベア魔人兵はターン開始時にテンションを1段階上げる暴走機関を所持しているため、合体特技と合わせて終了。活躍したウルベア魔人兵ですが、ここで戦闘前でのステータスを見てみましょう。なんだこいつ、雑魚すぎじゃありません。ちなみにフィッシュライダーはこうなってます。このようにウルベア魔人兵は低レベルでのステータスの伸びが非常に悪いです。どれぐらいウルベア魔人兵のステータスが低いかというと、合体してもここらにいる野生のモンスターの方が HP 以外ステータスが高いです。でハナであそこまでの火力が出たのかというと、暴走機関によるテンションもありますが、合体特技と合体特性のおかげです。ウルベア魔人兵の合体特性はブレイクキラーで、察する通りブレイク系モンスターへの余ダメが増えます。倍率はなんと2倍。そして合体特技、ライオン将来は、敵を選ばず4回連続で雷系のダメージを与える大義になります。大義はフィッシュライダーの合体特技のような攻撃力に依存する斬撃とは違い、一部例外はありますがダメージがレベル依存になっているためステータスは関係ありません。
これが3枠モンスターをウルベア魔人兵にした理由になります。非常に強力ですが欠点も多いため、そこに関してはおいおい説明できたらします。ルーラでセンタービルに戻ったら、水の使い手の証を購入、そのままプリズニャンに投与します。道具欄を開くついでにオニオンに幸せの種を4個使い、レベルを21に。ディスクの説明が入りますが、今回は使用しないためムシムシ。ここでの配合は先ほどレベルを上げておいたオニオンと、水の使い手を覚えさせたプリズニャンを配合し、グリーンシガーを作ります。引き継ぐスキルは、水の使い手と炎の息吹と適当に1個。そのままフィッシュライダーと入れ替えてノチョリンの戦闘ライド設定をしておきます。配合が完了したら次のマップに向かいます。尺の都合で倍速。砂嵐とテキストで見づらいですが、カバシラーが2匹道沿いにいるため移動には注意。発見音が聞こえたら左、右の順に移動して回避します。カバシラー回避でガバシラーズ。表現マップでルキアからこのマップにいるという連絡があったため、黒金の監獄にやってきました。このマップは狭い空間での移動がメインのため、敵煙火回避が難しいです。子供の方に話しかけるとイベント、主人公が生贄の代理をすることになります。こちらから身代わりになることを申し出なくても、向こうから身代わりになるよう押し付けられます。イベント中に移動を挟んでいるため、イベント後の移動開始時に動く方向に注意。身代わりになることで、無事に監獄に潜入できたため、まずは牢屋から脱出します。穴を塞いでいるモンスターが邪魔なため、水をかけて叩き起こして移動させます。まずは都合よく開いている穴から隣の牢屋に移動。そして都合よく鍵がかかっていない扉から堂々と脱出。そのまま看守に一直線。主人公は看守の証を持っていないので、心優しいお気づきが看守の証をくれます。これがあればもう怖いものなし。看守の一員として仕事をします。移動が蛇行しているため、まっすぐ歩きにくい。歩きにくくない。短時間で仕上げたぬいぐるみですが、細かいところまで作り込まれており、ジャンプをすると手からトゲが出る仕様になっています。何やら怪しい設備が並んだ場所に到着。すると先ほどの牢屋にいたモンスターが連れてこられます。イメチェン完了。ここはなんと、善良なモンスターを恐ろしいブレイクモンスターへと改造する危険な施設でした。
まだ潜入がバレるわけにはいかないため、おとなしく監視の仕事を全うします。先ほどのイベントでもそうですが、イベント中はノチョリンの姿が見えないため非常に違和感。時折見えるシーンはあるものの、取ってつけた感が拭えません。襲われる瞬間はノチョリンはいませんが、移動するといる。イベントシーンの使い回しですね、間違いない。ここからのエンカウントには要注意です。今メインにしているモンスターがクソザコ魔人兵と配合したてのグリーンシガーのため、逃げ失敗すると普通に負ける危険があります。魔人兵は体力が多いおかげでワンパンの危険はないですが、それでも3回ほど殴られたら倒されます。移動の難所の階段。モンスターの配置が絶妙で非常にいやらしい。回避は迂回をするようにジャンプします。正面からでは高低差の都合で避けきれません。このウォッキングの上には、骨コウモリが配置されているため斜めに移動。この階は唯一モンスターが出現しないフロアのため、安心して通れる場所です。あ、クリア後は出現しますよ。この水場は、この角から斜めにジャンプすることでスライムナイトとベビーニュートを安全に回避できます。ここは一旦歩いて壁を消してからジャンプで回避しつつ移動。5階まで来るとイベント、イッタブルに追い詰められますがダクトを使って脱出。脱出したところでルキアと合流。しかし、この場は危険なため一旦4階に移動します。ここのルーラ登録を忘れると、再度登り直しになるため一番ロスが大きい箇所になります。こんな大事なところの登録を忘れて3回ほど再装してる人もいるらしいですね。ここはジャンプして歯車あたりまで来たらライド解除。落下しつつサイドライド。暴れ牛取りに乗ったままだと、落下速度が遅く時間がかかります。一通りぐるっと監獄内を回り、移動のポイントの解説も終わったため倍速。そういえば、パート1でズッキーニャのライドを紹介した時にもっと面白いライドを見たいとコメントがありましたが、私は RTA 用のロムしか持ってないため、紹介できるほどのモンスターが手持ちにいません。すいません、許してください。前後に揺れますから。ここでの主人公のポイントは、何かに捕まっているわけではなくただ柱の上に座っているだけということ。どうやって体を固定しているのだろうか。きっと穴に何かを刺して固定しているのだろうね。それ以外に考えられない。仲間を牢屋から解放したため、ブレーキか改造装置を破壊します。しかしイッタブルが立ちはだかるため、かくれんぼは終わり、倒します。まずはモンスターが変わっているためライド合体を指示。そして作戦ガンガンでテンションを指示。工事完了です。道中に煙火して、ウルベア魔人兵の体力が半分未満になっていると暴走機関が発動せず、ダメージが足りずに倒せません。そうなると逆にワンキルされるため、煙火してしまった場合は体力に注意。ウルベア魔人兵の紹介をした時に欠点があるとお話ししましたが、その欠点とはウルベア魔人兵の特性にあります。ギガボディ、AI1 から3回行動、暴走期間、ヒートアップ、プラス50以上で一発逆転、プラス100以上でロケットスタート、超ギガボディ化すると武神を習得します。
非常に攻撃的なラインナップでロマンあふれる構成ですが、固定特性が魔人攻撃で全てが台無しです。魔人攻撃は通常攻撃が魔人斬りになるという、非常に役に立たない特性です。特技を使えばある程度は補えますが、AI は通常攻撃で倒せる場合は通常攻撃を優先します。そのためとどめが魔人攻撃になり、攻撃外しばかりの非常に残念なモンスターになってしまいます。これがウルベア魔人兵をメインで運用しづらい原因になります。暴走期間もダメージ演出が出るため必ずしも加速要素になるとは限りませんしね。ピッタブルを撃破し、装置を破壊しようとしましたがダークマスターの介入で失敗。そのため主人公に赤を託してルキアが最終手段で自爆をし、装置の破壊を試みます。あの穴から主人公は落ちてきたわけですけどこれ無事なんですかね。パート数の都合でなんとかイッタブル戦まで進めたかったとはいえ、ちょっと今回は倍速多用しすぎましたかね。次回からは多少は自重する。かもしれません。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回、幸せになる。ギリギリの戦いが続くパート4、始まるよ。前回イッタブルに新勝したところからスタート。次のマップに進む前に、最後の配合をしに行きます。戻ってきたついでに買い物。魔法の聖水をドバーッと購入します。買えるだけ買っておきましょう。まずはウルベア魔人兵とスライムを配合し、ウルベア魔人兵を作ります。引き継ぐスキルはスラフォースのみ。HP 以外貧弱魔人兵誕生。本 RTA 最後の配合はフィッシュライダーの強化をします。強化のために前回作ったグリーンシガーを使用。配合の前に、グリーンシガーの炎の息吹と水の使い手のスキルをマスターしておきます。スキルポイントはギリギリ足ります。引き継ぐスキルは水の名刺と炎の息吹プラス、そしてビーストフォースプラスの3つです。ここで全て習得できるようにしておいたため、スキルは下から順番に選ぶだけなので操作は非常に楽チンチン。配合が終わったついでに、パーティをウルベア魔人兵とフィッシュライダーにしつつ戦闘ライドを設定。主人公をフィッシュライダー、ノチョリンをウルベア魔人兵に乗せます。そしてフィールドライドにも設定しておきます。配合が終わったので次のマップに、進みません。経験値稼ぎをします。レベル1でボスが倒せるわけがないだろ。稼ぎはフォーラパーク東口付近で行います。稼ぎでは、高台を登ったところにある陶器の精霊を使用します。ジャンプして取りに行ってもいいですが取れないとロスのため高台の上で安定を取り待機。陶器の精霊は、フィッシュライダーにライドした状態で取ります。回収したらそのまま飛び降り。陶器の精霊を取ると30秒間だけですがご覧のように、フィールドアタックをすることでモンスターを倒すことができます。ここにいる雪原竜は1体倒すだけで3000以上の経験値が手に入るため、非常にうま味。報復しつつ7体倒したらくぼみの中央あたりに移動し、ウルベア魔人兵にライド。3枠モンスターは陶器の精霊を使わずともフィールドアタックでモンスターを倒せるため、雪原竜を10体とその辺にいるスライムブレスを倒します。まだ3枠モンスターにライドした状態でフィールドを移動できないおかげで、このようにその場でくるくる回れるため稼ぎはむしろ楽。5周したあたりでレベルを確認し、ウルベア魔人兵のレベルが25になっているのを確認できたら稼ぎ終了。スライムブレスやエンジェルスライムの撃破数次第では経験値が足りてないため注意。前回ここの壁を事前に消しておいたので、壁の前のちょっとしたイベントは発生しません。頭骨の表現には通常プレイでも使える稼ぎ箇所があります。
水中ライドを使用して行けるところにも陶器の精霊がいます。そしてここには3枠モンスターの主様がいます。普通に戦うと強いですが、陶器の精霊があれば余裕のワンパン。そしてもらえる経験値は驚きの1万主様乱獲待ったなしですね。なんて罰当たりな。陶器の精霊を使用したレベル上げですが、もらえる経験値はライドモンスターにしか入りません。そのため1体ずつレベル上げをする必要がありますが、陶器の精霊は取ると消えてしまい、再出現させるためにはマップを移動する必要があります。ここで小技、ライブラリを一度開きます。そうすると陶器の精霊が再出現するため、複数体の経験値稼ぎも楽々チンチン。マグマパークでは不思議なタンバリンを回収しておきます。オーククールのことタンバリンっていうのやめや。ここまでのストーリーは、ルキアの指示に従い火山まで来たら突然主人公のことをアンセスと呼ぶ集団に出会います。記憶をなくしたと説明したら、バーディーに乗ればきっと思い出すからちょっと飛ぼうかという話になり、火山の頂上に向かいます。バーディーはイベントの過去回想でも何度でも登場したサイレスになります。喋らなければかっこいいのにと思ったのは私だけではないわず、まるでルーオオシバのような喋り方をします。どうしてこんなキャラ設定にしてしまったのだろうか。もしかしたらここもルーラで出た方が早いかも。さて、敵避けの難しい登山スタート。敵の配置が非常に厄介で、初見だとまず回避できないような箇所も多いため要注意です。当然無駄炎化なんてしませんよ。先ほどのところも、ベロニャーゴの出現が暴れ牛取りの進路にかぶりやすく、色合いも含めて見づらいため要注意。このユニコーンの横は抜けられないためジャンプ。一つ目の難所、段差とホークアイエリア、地獄の玉ねぎを添えて。ここは段差のかなり手前でジャンプ。段差の中央やや手前くらい着地目標にします。最後のホークアイの下は抜けられないため、迂回するように抜けます。この先の水場に落ちないように注意。草の奥からベロニャーゴが出てくるため注意。二つ目の難所、デスプリーストの強襲。洞窟に入ったらすぐにジャンプ、着地して4歩歩いたらジャンプ、また4歩歩いたらジャンプで回避可能。先ほどの洞窟のエビルプリーストは、出現が遅いため突然目の前に現れます。そのため見てから回避はまず間に合わないと思います。最後のアイアンクックに気づかれると勢いよく逃げ出すため、ジャンプを遅めに出すことで着地点と被ることを避けます。ミステリードール奥にいる爆弾岩は、爆発せずにこっちに迫ってくるためジャンプで回避。陰を攻めすぎると壁から出てくる爆弾岩に炎化するため、ちょっとだけ大回り。ここは洞窟の中を通らずに外を通った方が早いです。洞窟の中はまたエビルプリースト強襲地帯のため、避けるためにも今回は採用しました。エビルプリーストは避けれても落下の危険は避けられませんがね。頂上に近づくとイベント、バーディーに乗って空を飛びます。まあ結局飛べないんですけどね。都合よく火山の頂上にモノリスがあるため空中ライドを習得します。その前にルーラ登録をしておきます。空中ライド習得後はイベントが発生し先に進んでしまうため、今登録しておきます。ここでスキル振り、水の名手に90、炎の息吹プラスに60振っておきます。水の名手は攻撃力が上がるだけでなく、MP も増えるためとっても美味しい。
1試合目はフィッシュライダーをメインにしたライド合体で攻略します。運悪く地獄の鎧が残ってしまいました。乱数次第では1発で倒せます。数試合目は作戦をテンションために変更します。アイアンクックが非常に硬い上に、殴るたびに溜めてボディでこちらのテンションを吸収するため、倒すまでに4回殴る必要があります。通常攻撃の演出が長い上に、テンション吸収エフェクトが毎回発生するため接触回数を最低限に抑えます。ちなみにアイアンクックはスモールボディのため、ピロリしないよう祈りましょう。3試合目も先ほどと同様に1ターン目は作戦をテンションために変更します。ガメゴンロードが始まりの守護者を所持しているためその対策です。ほんとは RTA 中瀬の特性ですよ。この痛恨来た時正直焦りました。合体特技で終わり。水の名手で MP を上げておいたおかげで、3試合すべてに合体特技を使用できます。ここではスターキメラがもらえますが、預かり所へ送ります。控えに入れておくとレベルアップ演出の分だけロスになります。ここでのイベントでまさかのモノリスからレジスタンスの秘密基地の情報を教えてもらえます。その情報を頼りにバーディーに乗って秘密基地の前まで飛んで移動します。秘密基地への入り口を探していると空を飛んでいたデスバーンが襲ってくるため撃退します。あ、事前に戦闘ライドを主人公をウルベア魔人兵に、ノチョリンをフィッシュライダーに変更しておきます。今日メカバーン改め、デスバーンとの戦闘です。単体ボスにはウルベア魔人兵の出番です。作戦をガンガンでテンション指示。ケッタダのガラクタかよ、巨大化して出直してこい。ここのボスは乱数が悪いと合体特技のみで倒しきれません。行動回数は残っているためウルベア魔人兵の通常攻撃が発生しますが、期待してはいけない。ここでバーディーが秘密基地のことを喋ってしまうため、秘密基地の存在がバレて後々敵に襲われることになります。おっ、開店じゃん。A ランク試験前に火山頂上でのルーラ登録を忘れた場合は、ここを登録をしておきます。道がないように見えますが、ここの壁は抜けられます。以前からたびたび登場しているすり抜けることができる壁は、リアクターのサーチ機能を利用することで発見できます。ここの敵炎化回避は難しくありません。着地地点さえしっかり確認しておけば問題なし。危なくなっても飛行ライドを活用することで簡単に抜けられます。最短距離を通りたいところさんですが、 HP を温存する必要があるためマグマの上を歩いてはいけません。幸
たどり着くとイベント、主人公に似た人たちが大量に眠っています。これらは主人公の兄のコピーです。そして中央にいる幼い人が主人公の本体になります。ここは主人公の意識を複製した兄の体に移すことで、たとえ複製体が死んでも本体が残っている限り何度でも蘇る、そのための施設でした。前回ルキアが自爆をしてまで倒したと思っていたダークマスターがなんと生きていました。ちなみにルキアも生きてますよ初見さん。厳密に言えば生きてるわけではないですけど。赤滅の火山のボス、プロメテウス。ここでもウルベア魔人兵メインのライド合体の出番です。事前に回収しておいた不思議なタンバリンを使用し、作戦ガンガンでテンション指示。ほうおうえ気持ちいい。イベントが続くため、ライド紹介でも。今回はフィールドでのライドアタックに焦点を当ててみました。まずは爆弾岩。移動するだけでは特になんてことないですが、フィールドアタックをすると主人公を振り回します。次は前巻いている。完全に寝る体勢に入ってます。そしてフィールドアタックですが、尻尾を振り回されても寝る姿勢を絶対に崩しません。これも殿下の宝刀、穴に刺しての体の固定を使用しているのでしょう。最後にアサシンブラッド。こいつも移動するだけであれば普通ですが、こいつも主人公を武器にする畜生です。渾身のメガトンキック、とっても強そう。ここで溜め込んだ幸せの種をドバーッと使用します。まずはフィッシュライダーのレベルを100にします。次に残った種をウルベア魔人兵に使用し、レベルを57にします。ここまでで入手できる幸せの種の合計はなんと105個、ここまでで5個使用しているため残り100個すべて使い切ります。レベルを上げたらスキルぶり、フィッシュライダーのビーストフォースプラスに80、ウルベア魔人兵のスラフォースに30振り、体当たりを習得させます。そして AI 設定をし、水流切り以外の特技の使用を禁止します。最後に戦闘ライドを主人公をフィッシュライダー、ノチョリンをウルベア魔人兵に設定します。これで準備完了です。赤いセンサーに触れると敵が湧いてくるため、極力触れないように進みます。まあ触れても華麗に避けさえすれば問題ないですがね。ここは潜水しきったことを確認してから移動を開始。潜水しながら移動をしようとし壁にぶつかると、潜水する深さが足りなくなります。この青いセンサーも赤いセンサーと同様に触れると敵が湧いてきます。完全に塞がれており避けられないように見えますが、上か下、どちらかが偽物です。すり抜けられる壁と同様にこれもサーチで見破れます。最初のボス、ヒョウクラーボンです。まずはライド合体を指示。作戦をガンガンにした状態で、硬い強軍体ガニの HP を削るために体当たりを、は？ちょっと待って、これもしかしてまずい？やば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 解除方法は非常に簡単。エネルギー供給源を断つだけです。破壊する必要のある箇所は合計で3箇所。まあ、その結晶がエネルギー供給源のためサーチを使用して探します。場所は固定ですが、一度サーチを使用しないと破壊できません。二つ目はこの角。ちょっとわかりづらいですね。
つ目はこの上。上に行ける箇所はマップを見ればすぐにわかります。3個破壊するとボス戦のため、必要があれば事前に準備をしておきます。やばい、回復してない。余裕なんだよ。3個破壊したことで無事にバリア解除。これで先に進めるようになります。もう1箇所バリアを解除する必要があるため、倍速でパパパッと終わらせます。ここでも先ほどと同様に3個目を破壊するとボス戦になります。まあここのボスもお察しの通りで落ちしますけどね。ここの区間はとにかく MP の残量に注意します。回復の目安は合体した状態で MP が160にあるかないか。基本的にこの後のボス撃破までは MP の回復が必要がないとは思いますが、注意しておきます。今日はアークデーモン戦でもやることは変わりません。どう考えても今の段階で普通に出していい数値じゃないですね。これはこの奥に進むとイベント、たどり着いた場所はなんと、冒険の出発点でした。そして黒ずくめの怪しい男に毒薬を飲まされ、気がついたら体が縮んでしまっていた。というわけではなく、敵の催眠装置の影響です。イベントが続くため、先ほどまでの戦闘で、フィッシュライダーが異常な火力を出していた理由を説明します。まずはある行動をしなかった状態での戦闘をご覧ください。ちなみにこちらの戦闘のフィッシュライダーは今のフィッシュライダーより攻撃力が60高いです。攻撃力が高い技なのに、よだめが全然違いますね。攻撃力を跳ね上げたある行動が、体当たり、です。体当たりは敵に、相手の残りの HP の30から 60% 足す1、のダメージを与える代わりに、自分も、残りの HP の 80% 足す1、のダメージを受ける技です。ここで重要なのが、自分も約8割の HP を削られるということです。以前、フィッシュライダーの合体特性が、排水の陣、だと説明したことは覚えているでしょうか。排水の陣は HP が減るほどよダメが増える特性で、最大で2倍まで増加します。今回は HP を8割削ったのでおそらく 1.8 倍だと思います。そしてもう一つ、合体特技、転生ゴーランザン、も同様に HP が減るほどよダメが増える技で、HP が最大の状態で通常攻撃の2倍、HP が減ると最大で通常攻撃の4倍の威力になります。この2つの効果を合わせることで、体当たりを使って HP を8割削ることにより、HP 満タン時の約3倍弱のよダメが出せるようになります。さらに水系統の特技しか使用できないようにしているため、攻撃するほどダメージが増えていきます。なんとか催眠装置の効果から抜け出せたため、いよいよダークマスターとの直接対決です。事前に MP の回復を忘れずに。ここでもやることは同じです。
かシャロットがカウンターを使用してきますが、全然痛くないため問題なし。連発されるとタイムヘのダメージは大きいですが、圧倒的な力ってのは虚しいものですね。最終ダンジョンの中でウルベア魔人兵を使用しなかった理由ですが、ボスが複数体で出現するためライオン将来では倒しきれません。ライオン将来は単体に使うには非常に強力ですが、タゲがバラバラになるとちょっと火力不足です。あれで火力不足って言える時点で何かがおかしいことに突っ込んではいけない。そういえば、コメントを見てみると前回のネアリ RTA から見てくださってる方も多いみたいで嬉しい限りです。全くネタの質も編集技術も上がっていませんが、引き続きこの RTA も最後まで見ていただけたらなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回、最終回、HP ギリギリぶっちぎりのすごいやつ。リセットの不安と戦い続ける最終回、始まるよ。前回ギリギリのところで、ダークマスターとの戦いに勝利したところからスタート。ここまで戦ってきたブレイクモンスターは、魔素に汚染されたこの世界の核となる、マザー、が生み出したものでした。マザーから魔素を取り除き、機能を正常に戻すためにこの女が持っているアンチ魔素パッチを当てて終わり、閉廷。広がるプラズマー。まあ、物語がそんなに都合よくいくわけないよな。マザーの中からガルビルス登場。そもそもマザーが魔素に汚染されてしまった原因は、このガルビルスが原因でした。このガルビルスは、モンスターを愛するあまりに魔素の力でモンスターになってしまい、この世を魔物の楽園に変えようとしたためジョーカー1の主人公に倒されたカルマッソの悪意が、マザーの力で具現化した姿です。悪意だけが抽出されたため、どこか無邪気さを残していたガルマッソとは違い、こちらは純粋な悪です。今日は悪デーモン撃破後の MP 回復だけで問題ないとは思いますが、MP の残量が160にあるかどうかには注意しておきます。コア最深部のボス、ガルビルス、ここでもフィッシュライダーメインのライド合体で攻略します。確定3発。芋虫がもがいている間に、最後のライド紹介でも。まずは、コメントにもあったローズバトラー。わざわざモンスターを用意する投稿種の鏡。完全に主人公が魔物にさらわれている構図になってます。この状態の主人公かわいい。お次は特に要望の多かったみんな大好きカバシラー。カバシラーはおびただしい虫の群れです。つまりたくさんの虫が主人公に高速で体当たりをして、座る高さをキープしていることになります。ネアリ RTA で S の文字を、ら、といったコメント見てから妄想としか見えなくなってしまいました。大空ライドを習得するための S ランク試験開始です。3試合すべて、フィッシュライダーメインのライド合体で突破します。このように今の HP でも全試合ワンキル可能です。残り2試合もパパパッと終わらせてしまいましょう。スモールボディ持ちには上を取られてしまいますが、
ステータスに差がありすぎるため問題なし。RPG の RTA でレベルカンストなんてそうそう見れるものではないですよ。あ、でもこの RTA って RPG というよりアクションって言った方のがいいのか？3試合合計で1回外しならまあいい方でしょう。これにて無事に大空ライド習得です。ここで前作ではレティスがもらえましたが、ここでは新調レティスがもらえます。モンスターズシリーズでレティスと新調レティスをなぜ別モンスター扱いにしたのか、これがわからない。ステータスは前作がクソ雑魚なめくじでしたが、今回はそこそこ強いです。ちなみにこの後ストーリースキップを使用すると、もう1体もらえてしまうらしいです。そういえば、水中でライド切り替えすると早く進めると聞いたのでライド速さ比較動画をクッソ雑ですが作ってみました。ポーラパーク東口付近の水中で、壁から加速リングまでの区間を計測。それでははい、用意スタート。ライド切り替えするとかなり速くなってて驚き。まあ使ってるのは暴れ牛取りだし実質セーフということにしときましょう。ここからはここまでに倒してきたブレイクモンスターがマザーの力で復活、巨大化して襲いかかってきます。最初は暴ショック。まずは作戦ガンガンで、相手の HP を削るために体当たりを、は？ちょっと待って、これやばくない？やば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 この大空ライドですが、3枠にさえなっていればどんなモンスターでも使用可能です。そのためウルベア魔人兵だってこの通り当然のように飛びます。通常時は前傾姿勢だが、加速すると直立する不思議な飛び方をします。次は陥落の霊道のボス、ブンドルドです。ガードマスターはブレイクモンスターではないため、ここでは出現しません。前回レベルを57にしておいたため、この戦闘でちょうどウルベア魔人兵のレベルが上がります。レベルが上がると体力が回復してしまい、サイド体当たりの必要があるためロスにはなりますが、コア突入からここまででの間でレベルを上げずに進むのは得られる経験値の量から調整が難しく、回復がロスにならないガルビルス、もしくは A ランク試験でレベルが上がるようにすると、MP 量の都合で途中での回復回数が増えたりするため、体当たりを減らすメリットがほとんどなくなります。そのため、このタイミングでレベルが上がるようにしました。3体目のボス、アーザムークは素早さが速く、合体フィッシュライダーを使用しても上を取られることが多いです。そしてこいつは威力が素早さ依存の体に、星振りのサンバを使用し、こちらに30から 50×4 回のダメージを与えてきます。
サンバ単発であればギリギリ耐えられますが、ビオラで素早さを上げてからのサンバは耐えきれません。そのためレベルが上がらないとアーザムーク戦は運ゲポイントになりますが、このチャートでは直前にウルベア魔人兵のレベルを上げることで、HP を900以上確保して、上を取られても確実に耐えられるようにしています。素晴らしい調整だー。コア突入後からフィッシュライダー無双が続いていますが、楽勝に見えて実はほぼ全てのボス戦で少なからずリセットの可能性があります。なぜリセットの可能性があるのかというと、合体特技が確率で外れるからです。A ランク試験で外したように、合体特技だからといって必中というわけではありません。水流切りは1回だけであれば外してもダメージは足りますが、合体特技を外したらまず倒しきれません。先ほど戦った暴ショックやこれから戦うイッタブルは打撃がメインのため、まだ反撃で倒される可能性は低いですが、今日クラーボンはテンペンチー、今日アークデイモンはイオグランデ、カシャロットはヒャドマータ、ガルビルスはドルマータ、ブンドルドはベタナマータ、といった感じで非常に強力な呪文や大義を使用してくるため、反撃で高確率で倒されます。と入っても確率は低いため、悪運でなければ問題なし。必死に祈り続けましょう。あ、そうだ。先ほどのガルビルスもそうですが、ボスが一体であってもウルベア魔人兵を使用していない理由です。まずはガルビルス、あいつはブレイク系に見えますが魔王系のため、ウルベア魔人兵の合体特性、ブレイクキラー、が全く活かせません。さらに電撃耐性が激減、のため雷雲将来でのよだめが大幅に軽減されてしまうため、どうやっても1ターンで倒せません。こいつがいたので、ウルベア魔人兵のみでゴリ押すチャートは無理だとわかりました。次に、暴ショックとブンドルド、この2匹も電撃耐性、半減、を持っているため1ターン撃破ができません。大型化する前のブンドルドをフィッシュライダーで倒してたのもこれが理由だったりします。さらにこの区間の大型ボスは、イテツクは銅をターン始めに使用してくることもあるため、テンションためを利用するウルベア魔人兵には不向きです。そのためフィッシュライダーをメインとするチャートが完成しました。ちなみにここの大型ボスは、全員水耐性が普通のため、フィッシュライダーの水ブレイクのおかげで水弱点になってます。そんなこんなしているうちに、残りのボスはガルマザードのみになりました。ここでの MP 回復ラインは164、合体特技2回と水流切り2回分です。ガルマザードは、ガルビルスが星を作る力を持ったマザーを吸収、同化し究極の力を得た姿になります。この星を作る力を得たためか、自分をブレイクワールドの神と言っています。この星の未来を守るため、最後の戦いに行くぞ。で、カーン。ラスボス、ガルマザード、パート2で購入しておいたバイキルミンをここで使用します。これはよだめが足りないからではなく、ガルマザードがターンの初めに闇の和道を使用してくることがあるため、その対策です。さて、完走した感想を言う前に謝罪を。私の説明不足で申し訳ありませんが、パート1でもストーリースキップは使用しないと言っていた通り、もともとストーリースキップ禁止のレギュレーションでやっていました。動画詳細には記載してあったものの、明確に動画内で禁止と説明しておらず、幸せの種のためにストーリースキップをしないでいたかのように勘違いをさせてしまい、申し訳ありません。ストーリースキップあり通常エンドの RTA、参考記録ですが載せておくのでお兄さん許して。
さて、改めて感想した感想ですが、無駄エンカレー回、素振り2回、ルーラミスなし、ということで大きな操作幅もなかったため概ね満足です。水中ライドという大きな発見はありましたが、チャートに影響はないため再装は多分しません。次の走者に期待。チャートはちゃんとブロマガで公開しているため、参考にしてみんなも走ろう。長々と話すのもあれなんで、残りはエンディングでも見ながら過ごしましょう。あ、右枠にストーリースキップあり、通常エンド RTA の動画流しておきます。尺の都合で 1.5 倍速です。オープニングとエンディングが同時に見られる、貴重な瞬間です。残り時間は好きな方を見て、どうぞ。最後におまけもちょっとあるよ。
とべコンチヌエドが表示されたところでタイマーストップ。ここまでのご視聴ありがとうございました。この後にちょっとだけおまけがあります。よかったらそこまで見ていってね。